皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2010年公開の、リミット。現代、ブリード。監督はロドリゴ・コルテス。脚本はクリス・スパーリング。主な出演は、ライアン・レイノルズ、ロバート・パターソン、ホセ・ルイス・ガルシア・ペレス、など。イラクで民間トラックドライバーとして働くポールは、何者かに襲われ、棺ごと埋められてしまう。意識を取り戻したポールは、手元に携帯電話やライターなどがあることを知るが、残された空気から推測してタイムリミットが90分前後だと気づく。というストーリー。ちょっとふざけた役が多いライアン・レイノルズが、前編ほぼ一人芝居に挑んだ力作。お笑いだけじゃない、彼の演技力の高さを実感できる。どう話を広げるの？というシンプルなストーリーも、無駄がなくよく練られていて、まとめ方もうまい。ただ、ずっと棺の中という状況なので、閉所恐怖症の人は辛いかも。ということで、評価は。Thumbs up.